人じゃ守れないですし、例えば一人能力あっても全く考え方が違ったらもういくらでも点数は入れられるし、そういう意味では組む選手と守り方とか、まあ、いろんな要素が混じってちゃんとうまく噛み合って守れると思うので、はい、まあ、その中にまた個人の強さがあったりとかいろんな状況で変わるので、こう経験して分かったのは、最初に本当にいいポジションさえ取っていればそうそう負けることはないかなっていう、スタートが良ければというか、例えば福岡だったり新潟だったり、それぞれチームの状況も違うし、まあ、攻撃の力も違いますし、そういうのを何回か経験してくると、なんかいろんなやり方があるんだなっていうのが分かったので、その中で何が一番いいのかっていうのはよく考えます。僕の中では例えば同数でも守りきるぐらいの、例えば結構リスクを取るために一人は多くしたいとか、そういう考えはどこにでもあると思うんですけど、僕の場合はできれば本当はもう1対1とか、ディフェンスラインと相手の攻撃の枚数が、まあ、同数もしくは少なくても守れるぐらいの力があれば、よりまあチームにとってはいい方向に向かうと思うので、まあ、そういう気持ちでまあ本当はやりたいというか、やっぱり考えますね。こういうシーンだったら何がベストだったのかなっていうのを考えます。試合中じゃない時に整理するというか、はい、整理しておいて試合中はその中で対処していくというか、それをもとに何が一番リスクを少なくできるかなっていう、はい、たまに、まあ、そんなにしょっちゅうはないですけど、本当不利な状況で自分の思い通りのプレーがたまにできる時あるんですよね。もうパスコースも切ってわざとそっちに誘って結果ちゃんと守れたっていうか、そういうのが自分が一瞬で考えたことがそのまま形になって現れた時は嬉しいですね、はい、とりあえずやっぱりあんだけお客さんの前で自分の好きなことをやって、やっぱりこうね、一緒に感動を味わえたりっていう環境は本当今しかないので、もうその一緒にこう喜びを分かち合える瞬間だけを求めてるかなって、はい。